さん、8月28日は何の日だか知ってますか？そうなんです、ハニワの日。ハニワ、ハニワ。さあそんなハニワの日にですね、なんと陶器伝極みという、以前ねこの番組でもご紹介させていただいたゲームなんですが、その極み、もう極められたバージョンが今回発売されるということで、しかも今回もですね、前回は御霊としてね、ファミ通さんの雑誌を買っていただくと私が演じているキャラクターがゲットすることができたんですが、なんとこの極みにはこのゲームを買っていただくと最初から私の演じているキャラが出てきます。しかもすごい運命を感じちゃうような名前なんですよね。私の名前は今井あさみ。あさみという字はこれ言うと怒られるんですけど麻薬の間に美しいと書きます。その字をね逆にしたみおっていう、みおちゃんという女の子が出てくるんですが、今回みおちゃんを担当させていただきました。巷ではね、本人にそっくりだと言われていて、こんな可愛い子に似てるなんて言われてね、光栄でございます。さあそんなね、まだ発売前なんですが、今日はこの SSG メンバーと一緒に遊びたいと思います。はい、みんな集まって。モノノフ集まった？集まりました。はーい。じゃあ第一のモノノフ、北口徒歩2分です。イエイ、よろしくお願いします。第二のモノノフ、順地です、よろしくお願いします。第三のモノノフ、世界三大三代川です。やったね。三三古いよそういう感じ。そして4、あ、4はダメ。あー、はい、4はいかん。頑張ります。よし、じゃあ行きましょうか。はい、じゃあ入り口のところで、ね、はい、ボタン押していただいて、はい、レッツゴー。はい、ワクワク。今回の任務はどんな任務ですか？今回の任務は、風縫いというですね、極みからの新鬼を一足お先にやってみようと、うん、今回新武器が極みから新たに追加されてまして、うん、うわ、今井さんには装備していただいてます。これですね。はい、わ、怖い。なぎなたです。すごい、リーチが長い分ちょっと有利なイメージあります。はい、あと素早い攻撃が特徴ですね、なぎなたは。すごいね。結構初心者の方でもこう気軽にサクサク切れる感じを目指して作ったということで、こうターゲッティングしよう。はい、できたかな。長押しか。はい、できた。これをすればね、はい、で、あと三岡さんが使ってるのがさっき言った金サイコロで、新武器です。そうですね。でジャンプどうするんだっけ。ジャンプ攻撃は、三角ボタン長押しです。なジャンプ攻撃は結構あれですね、その上の方の部位とかを壊すときに使うとかっこいい感じです。今完全に空を切ってましたで、純一さんが使ってるのはタチですね。そのタチみたいな、前作からあった武器に関しては、はい、新アクションが結構追加されてるものもあったりするので、まあ、それ前作からやってる方にとっても、まあ、結構新鮮な気持ちで楽しんでいただけると。でとりあえずジャンプしてみようかな。かなり強いですか？そうですね、これ前作やってる方がそのまま続きとして遊んでいただけるんですけど、その陶器伝極みから始めようとする方は、その陶器伝のお話全部やってから、じゃあ今度極み編に入ろうねって話になるので、かなりこう遊び応えある感じになってます。なるほど。その前作の不満点とか寄せられた意見も本当にかなり改善されているので、いろんなところが。陶器伝さんはいつもね、すごいそういうところをアクティブに動いてくれますね。そうですね、前作も確か 1.06 までアップデートした、6回アップデートしてるんですね、確かに。うん、すごい、プレイヤーとしては嬉しいですね。そうですね、今回そのちょっと、ね、SSG とコラボしてくださいよって公営テクノさんにお願いしたら、いいっすよっつって。あら、嬉しい。2つ返事です。嬉しい。で、ね、せっかくならってことで、まあ、キャラクターもその今井さんをイメージした、その会見とかしてくださって。そうなんですね。何も言ってないんですよ。あら、愛情で。愛情、いつも収録に行くとね、はい、本当にお優しいんですよ某ね、某広報さんがめっちゃ今井さんファンって、言ってる時に疲れてるんですか。そばで R ボタン、そうそう、でもそばでパニックってパニックやると
狙われそう。おお、あざっす、あざっす。一人、一人はいた？二人ともいた？二人とも行きました。ありがてえ。あ、怖かった。ありがとうございます。神通の不甲斐なさ助けていただくっていう。お、今壊れましたね。やった。で、壊れたのでチャンス。払いに行きたいんですけど、私もピヨってる。おー、素晴らしい。今、今井さんの攻撃じゃないかな。そうかも、全然自分には見えなかったでも、なんか、そっちに行ってるなぎなぞの人って今井さんだと思うので。あれを作ろう。さあ、みんな、ここに来れば回復よ。お、すげえ。あったけ、あったけ、あったけ。温泉よ、温泉。あったけ。お、あ、俺にゲージが溜まったですね。あ、本当だ。極みってる。はい、極みゲージは。これ新しい要素だよね。そうです、新要素なんですけど。私もやった、繋がれた。そうです。この状態で僕が三角ボタンと丸ボタンを押すと凄まじく強い技を出せるんですが、みんな離れちゃった。あれですね、この人の動き止まったらしましょうか。そうそう、あの子に止まってる。そうです。あ、さあ打ちます、皆さん。さあ、さあ打ちますよ。はい、はい、おお、すごい、ド派手。これやると鬼の部位が複数一気に壊れるので、部位を転送すればいいですか。そうですね、こう払ってあげる、鬼払いというのをする。封印すると、今足と手が、手の先をむき出しになってますよね。はいはいはい。で、この状態ってダメージを与えられる状態なので、あともうここからポコスか殴っていけば、はい、いずれ。あ、またここにもある。お、本当だ。うわ、キャー、狙われるよし、いなくなりましたよ。これ、あれですね、どこに行ったの。 いるよね。はい、鬼の体力が一定を切ったので、ちょっと危険を感じて消えた。モードを変えてるんですね、あいつが。まあ、でも、あの、L ボタンで登録してあると見える、はい、なんとなく目が光ってるのが見えるんですけど、うん、ここにいる。なかなかこう、捉えるのがやっぱ難しくて。すごいね、これ。ここにいる。大丈夫。あ、これ、前に。あー、でも飛んだ。おお、さすがに。よし、どうだ。うわ、怖。あ、温泉がある、温泉がある、入る。温泉あるよ。よし、近い。一人で戦ってる。なんだと。あ、来る来る来る、やばい。ちょっと、ちょっと、俺ぐらい多く待ってます。ねえ、甘いたち的な。お、いけんじゃない。いやー、ぶっ飛んだ。悪っ。お、もう敵の体力もあと2割くらいになりました。すごい。もうダウンした。やったー、素晴らしいです。いいゲーム、はい、はい、というわけで陶器伝極み、ぜひ皆さんお友達と一緒にね PS ビータで遊べますので、やってみてください。以上。